E-2 ホークアイアメリカ海軍の E-2C-2 はアメリカ合衆国のノースロップグラマン社が製造している早期警戒機である。主にアメリカ海軍が航空母艦を呼び地上基地で運用している。相称はホークアイアメリカ海軍が艦上機として運用するために開発した早期警戒機。手頃な早期警戒機であるため日本をはじめとした。 多数の国にも輸出されている。機体背面に大型の円盤型レドームを有し、強力なレーダー、電子機器により、対空警戒、監視を行う。乗員は、パイロット2名のほか3名のレーダー種が乗り込む。改良も継続されており、電子機器を改良、乾燥し、2020年代でも運用されている。 E-2A と前任の E-1B1950 年代半ば、アメリカ海軍の空母機動部隊の早期警戒用の空中レーダー母機としては、AD スカイレーダーの派生型が運用されており、WF-1 の開発が行われていた。アメリカ海軍は、より高性能の関西早期警戒機を求め、1957年に WF-1 の開発も行っていた。 グラマン社の案を選定した。これは W2 階から1として1959年に機体発注が行われている。要求としては、大型のレーダーを搭載すること、艦隊の情報システムである海軍戦術情報システムにリンクできることであった。W2 階から1の初飛行は1960年10月21日に行われた。 これは、レーダーを搭載しない、空力試験機によるものであり、量産型は1961年4月19日に、初飛行した。1962年に、W2 回から1は、e、E-2A に解消され、1964年1月より、部隊配備が行われている。1965年には空母に搭載され、ベトナム戦争で実戦に参加した。当初は、 アナログコンピューターの処理機能が低く、稼働率も低かった。そのため、A 型の生産は1967年で終了し、搭載コンピューターをアナログ型からデジタル型へ回収した B 型が開発された。1969年から1971年にかけて A 型より B 型へ49機が改装されている。 E-2C1971 年からは C 型が生産されている。C 型ではエンジンが強化され、陸上低空目標捜索能力が優れた a p s 1 2 0を搭載し、胴体の冷却儀取り入れ口も回収されている。機種は、オールル -59PDS を装備したことにより、形状が変化しており A、B 型との相違点の一つとなっている。 C 型のレーダーや電子機器は順次改良されており、グループ0からグループ1、グループ2と分類されている。APS-120 レーダーは AP、APS-125138 へとアップグレードされ、1989年からはさらに、高能力で ECM にも強い APS-139 レーダーとオールル -73PDS を搭載し、 エンジンも強化されたグループ I が18機引き渡された。1991年からは ABS-145 搭載のグループ2となっている。1994年からはグループ2の能力向上としてフォーク I2000 計画が行われている。これはコンピューターを換装し胴体下部には アン、ユースグマイナス3共同抗戦送信処理セット用のアンテナを追加して共同抗戦能力への対応した。共同抗戦能力を有している。2001年より部隊配備が開始されている。このほかアメリカ海軍の機体においては1997年より NP2000 と呼ばれる。 全複合財政の8羽の新型プロペラの研究が行われ2006年からプロペラの完走が行われている。リチャード・ニクソン大統領がハワイ会談にて田中角栄総理に P-3C と共に売り込んだと当時の交換が証言している。エイブラハム・リンカーンに着艦する E-2DE-2 の最新の方である E-2D。 アドバンスドホークアイは現在運用中である。最初に製造されたデルタワンの初飛行は2007年8月3日。レーダーをアン APS-145 からアン APY-9 へ換装し GPS-CEC-SATCOM のアンテナをロートドーム内に内蔵した。コックピットは パイロットの二人のうちの片方のパイロットを4人目のオペレーターとして活用するために、軽機板が17インチカラー液晶、PFD に変更され後席操作員と全く同じだけのすべての任務情報に関与できるようになり、限定的ながらミッション支援を行うことが可能となった。しかし、操縦席にあるスイッチ類での操作のための率は悪いとされる。 機体内部でのデータの伝送には、光ファイバーが用いられ、伝送効率が効率化された。エンジンは T A、T56A-427A に換装、対空時間延長のため機種上には、空中給油装置が装備される。その他無線機群と統合衛星通信能力などの改良が行われている。外見上の違いは、ロートドーム上部の棒がなくなったこと。 前道上部と右側面にある吸気口の拡張である。また C 型よりも着艦重量が増加したため C 型との識別用として機種に三角形のマークが記載される。背面に大型の円盤型レドームを搭載している。レドーム下部の支柱は空気抵抗を考慮した形状になっているが機体とは6本の細い支柱で接続されている。 関西の早期警戒機であるため加速力と電子装備への電源供給能力が求められた結果、エンジンは C-130 や P-3 などの大型機に採用されるターボプロップエンジンのアリソン T56 を2機搭載する。当初プロペラは P-3 や C-130 と同じく幅の広い4枚ブレードが採用されたが、後の回収で交代格をつけた。 細長い8枚ブレードに変更された。主翼は、後翼配置で、後方へと折りたたむことができる。垂直尾翼は、関西機としての大きさの制限から、水平尾翼の両端と中央に高さの低い4枚を、配置し前高を抑えている。なお、方向打は機器を補助するため二重品ジとしているが、左から2番目には、方向打がない変則的な構造となっている。 水平尾翼は大きめの上、帰りズノが付けられている。コックピットはアナログ系機主体の伝統的な設計であるが、後の回収により液晶、PFD に変更された。操縦席の上部には窓が設置されており、緊急時にはここから脱出可能。関西機であるため、アレスティングフックやカタパルトバーを装備し、頑丈な膠着装置を装備している。 各エンジンには初期型で69馬、最新型で179馬の容量の発電機が搭載されており、レーダーの動作時にはスロットル操作ではなく、プロペラピッチで速度を調整する。第2次世界大戦当時に建造された SX 級空母への搭載が求められたことに、起因する寸法上の制限に加え、レーダーに電源を供給するために、機体規模に比して、 強力なエンジンを搭載した結果として速力は優れており、1991年には改良型の T56A-425 を搭載した E-2C が中型ターボプロップ部門で 100km のクローズドコースでの速度記録と 3000m、6000m、9000m の上昇記録を更新している。反面、 機体背面に思い入れドームを積んでいること、さらには垂直尾翼の動力が左右非対称であることから横安定性が低く操縦は難しいという通常の障害飛行時間は6時間空中給油によって理論上10時間に伸ばすことも可能だが米軍では長らく正式採用されなかったイスラエル空軍は空中給油を採用したほか 米軍も E2D に空中給油能力を付与し始めている。2020年8月末には第126早期警戒飛行隊が E2D による空中給油の資格を取得し、対空時間を8時間に延長した。E- には強力なレーダー、電子機器により同時に250個の目標を追尾し、30の溶撃行動を完成することができる。 それまでの E-1 では、4から6個の目標を追尾し、2の溶撃行動を完成することしかできなかったことと、比べると、これは格段の進歩であった。また、システムは、離陸前に完全に機能を発揮できる状態になって、おり、発艦した瞬間から任務を実施できる。レドームの直径は7.31メートル、厚さは0.76メートルある。 E-2 の書く方は、その強力なレーダーを用いることにより、2460万、キロ立方メートルの空域と38万、平方キロメートル以上の地表面を同時に、監視することができる。レドームは、回転する、レーダーディッシュである。レドームの直径は7.31メートルで、通常は1分間に6回転している。空母の格納庫への収納を考慮して、 61cm ほど下げることが可能なほか、飛行中に角度を調整して、揚力を発生させ、重量と空気抵抗を相殺することもできる。レーダーの使用帯域は UHF 帯であり、シークラッター除去に有利なことから選定された。A 型で搭載されていたアン a p s 9 6は、機体が標準的な作戦高度を飛行している場合、 3 7 0トルの探知距離を発揮できた。C 型グループ A で搭載された AN-APS-120 レーダーは探知距離を4 6 0トルに延伸し、さらに目標情報処理にデジタル制御を採用、イズム装置も統合されている。これはさらに新型のレーダー情報処理装置を採用した AN-APS-125 低サイドローブ化されたアンアパ -171 アンテナを採用したアン APS-138 に発展した C 型グループ2に搭載されたアン APS-145 は探知距離が 560km に達し2000個以上の目標を同時に追跡可能であり、機上管制官は最大で40機の溶撃機を一度に指揮することができる。 D 型で搭載される案 APY-9 ではアンテナをアクティブフェイズドアレー式にしている。このロートドームは L3 コム社製 ADS-18 と呼称されており、使用周波数は従来通りの UHF 帯であり、この周波数を使う i イ s a としては世界初のものである。最大探知距離は APS-145 とほぼ同程度で、 航空機に対して 555km 以上、水上目標に対して 360km 以上とされているが、探知高度は海面高度から10万フィートまで対応しており、探知可能範囲は従来と比して250%増とされている。この性能を実現するため、APS-145 では、機械式操作1チャンネルのみであったのに対し、 a p y 9では、電子式操作18チャンネルを備えている。動作モードは、下記の3種類がある。また AP、APY-9 では、離陸から5分で、探知可能になるという、優れた、速応性を備えている。なお ADS-18 では、レドームも、外皮を、複合素材性とすることで、旧来のものより軽量としている。2014年、 アメリカ海軍関連団大使は報告書で、アン a p y 9を搭載した D 型ホークアイを巡航ミサイルや中国人民解放軍の J-31、J-20 など第5世代ジェット戦闘機に対抗し得る秘密兵器と、形容した。本機の最大の特徴は、空中戦術情報システムへの対応にある。これは、当時、海軍が、 艦隊配備を進めていた海軍戦術情報システムの空母航空団盤であり、本機は ATs の中核的ユニットとして計画された。戦術情報処理装置 E-2C グループ A においては、リットン車星 OL-77 コンピュータシステムを中核として、3名の電子システム士官それぞれにアパ -172 コンソールが配置されている。 L-304 コンピュータは、同時に600個の目標情報を処理することができる。また、グループ1においては、処理できる、目標数が倍増した、CEP-1469A コンピュータによって更新された。戦術データ、リンク当時、空母航空団においては、水上艦及び航空機との溶撃管制用に、ウェーデータリンクとして、 リンク4が運用されており、本機においても作戦機に対する溶撃管制用として運用されている。また、これに加えて、本機はリンク11にも対応しており、NTDS 多応の水上艦艇との間で共通戦術上強図を生成することができる。これによって本機は搭載するレーダーのほか、艦隊の各艦が搭載する対空レーダーの情報を利用して、 用撃完成を行えるようになった。また、E-2C グループ2では、統合戦術情報伝達システムクラス 2H を搭載して、新しい標準規格である、リンク16に対応した。さらにホークアイ2000では、より緊密な情報連携を可能にする、共同光戦能力に対応、E2D では、ニフック CA に対応するとともに、 リンク16の端末もミッズ JTRS に更新する予定である。E-2BE-2TE-2K アメリカ合衆国日本航空自衛隊の E-2C 中華民国エジプトフランスフランス海軍の E-2C メキシコアメリカ合衆国イスラエルイスラエル空軍の E-2C 空中給油プローブ装備型シンガポール ありがとうございます。